逆転裁判3実況の続きをやっていきます。では、現場検証をするところからやっていきたいと思いますが、皆さん多分見てくれてくださってる方でマサル子漢字読めないから、女性の僧侶さんのことをアマソーだアソーさんだいろいろ言ってましたが、分かりました。もうコメントはくださってる方がもしかしたらいたらごめんなさいなんですが、二層って読むんだって。二層。皆さんこれテストに出ます。いや、テストには出ません。出ませんけども、二層って読みますからよろしくお願いします。同日某時刻、葉桜院境内。お、さあ、ここが殺人現場っす。死体以外はほぼそのままに保存されているっす。ご苦労、刑事。調べさせてもらうとしよう。まだ警官たちが捜査中のようだな。あ、ところで三菱検事、念のために伺うっすが、検事は本当に弁護するっすか？明日の裁判で、あの二層を。いや、早速出てきた。早速ありがとう、ありがとう言っとろ、刑事。早速これ二層って呼びますよ、皆さん。これテストに出ませんよ。出ませんけどね。むう。引き受けた以上、全力を尽くすつもりだ。ね、法律上さ、まさらく知らないんだが、検事は弁護もしてもいいの？法律的に。いいのかな？いいの？そうなると、自分の立場上、敵だね。我々の捜査状況をうっかり漏らすわけにはいかないっす。いや、そこはさ、またお前給料減らすぞ。なんで言ってった。余計なことを心配するな、刑事。君はただ黙って情報を垂れ流せばよい。うん。糸の子刑事が言ったって絶対言わないから。大丈夫、そこはね。どういうことだってのって。了解っす。垂れ流すっす。オッケーオッケー。ありがとう。その調子だ。たまに不安になるな、この刑事。じゃあ話そう。現場のこといろいろ聞こう。被害者について。被害者は絵本作家の天龍斎エリス。本名は不明っす。本名はそう、身分証明書とか持ってるでしょうよ。免許証とか保険証とか。あるでしょうよ。何本名不明って。どういう捜査してんだ、糸の子刑事。去年、絵本の賞を取るまでの経歴もまるで不明っす。この人もなんか怪しいのか。その経歴がわからないってことが。何か恨みを持たれていても仕方ない人ってことなのか。そういうことだよね。過去がわからないイコール恨みを持たれてもしょうがないようなことをしてきた人の可能性がある。今時考えにくいな、身元不明など。そうなんだよね。何かしら持ってるはずだと思うけどね。被害者の死亡推定時刻は2月7日午後10時から11時ごろっす。死因は背中から刺された凶器による失血死中。関連ないよ、今。出血出。ね。言えたね。凶器。被害者の体は刀でぶっすり刺し抜かれていたっす。気の毒に。それともう一点、奇妙な点があるっす。なんだ。被害者の全身には打ち身のような跡が残っているっす。打ち身の跡。どこからか落とされたってことか。どうやら被害者は2階ぐらいの高さから落下しているっす。2階ぐらいの高さというと、ちょうどあそこに見える部屋の高さに当たるようだが。さすが三菱検事っす。天龍斎エリスは昨夜まさにあの部屋に泊まっていたっす。部屋のじゃ窓から落とされたってこと？刀で刺し抜かれた後、突き落とされたのか。ほう。解剖記録。午後10時から11時ごろ、背後より刺され失血し、死後3メートルの高さを落下。死後なんだ。じゃあ事件のあらまし。それでは、刑事。昨夜ここであったことを整理して聞かせてもらいたい。は。では、見取り図を見ていただくっす。OK、見取り図。ああ、これか。事件の目撃者、住職の、ビキニの証言によると、葉桜院で夕食が終わって、彼女と綾里迷いは奥の院へ。奥の院へ移動したりで移動した。
はい、移動して目撃者とあれ迷いちゃんだね、後ろは、後ろ迷いちゃんがとことこついていく、目撃者がついた2人、午後10時、あやめが消灯の鐘を鳴らした後奥の院へ。ただこれあやめはさ、奥の院行ってないって、怖かったから、なんか今日は怖かったからみたいな、異常に怖がってて、奥の院へは行ってないっていう本人の供述なんだよね。行ってないんだよな、これ鐘を鳴らした後行ってないんだよな。ビキニはあやめに修行を任せて葉桜院に戻っているっす。あれ行ったの、奥の院行ったの、ん、はあ、ビキニを任せて葉桜院に戻っている。ちょ、ビキニ怪しくね、ビキニ怪しく、あーどうなんだろう。で任せて帰ってくる。そしてビキニは葉桜院でお風呂に入った後、うん、あー目撃したんか、境内で殺人の現場を目撃したっす。殺人の現場、そうかそうか、目撃したっていうか、まあ、見つ発見したってことだよね。まあ詳しいことは本堂にいるおばさんから聞いてほしいっす。あれ前回聞いたけどな、奥の院か、もう少し情報が欲しいな。あ、じゃあちょっと奥の院の方から行こう。迷いくんが修行をしていた奥の院というのは、おばさんの話では修行をするためのボロ小屋らしいっす。おぼろ橋を渡った向こう側にあるっす。あのお家、焼け落ちた橋か。おぼろ橋の向こうは奥の院の他に何があるのだろうか。何もないっす。何も？橋の向こうには切り立った崖に囲まれていて、ある種陸の孤島らしいっす。あれ以外に何もない、はあはあ、おぼろ橋の向こうに存在するのは奥の院だけ。人の住めるようなところじゃないらしいっすよ。無事でいてくれ迷いくん。そうだね、まゆちゃんがまだ橋が焼け焦げて落ちちゃってるから行き来ができなくて、そっち側にあの行ったままになっちゃってんだよね。で明日の裁判、明日は、あ、裁判は明日だったな。検事の方はどうなっている？この事件の担当はあの護道検事のはずっすが、今連絡が取れないので他の検事を探しているらしいっす。どうしたどうした護道、どうしてコーヒー豆でも取りに行ったか、コロンビアに。どういうことだ、連絡が取れない。いつもそうっす、スパッと連絡が取れたことがないっす。あ、そういうタイプの人か、嫌だよね。あ、もしかしてあれっすかね。なるほど、龍一が風邪をひいたのでやる気をなくしちまった、どうか。明日の裁判、私は特別弁護人として出廷するつもりだ。あ、そういうなんかあるんだね、なんか特別枠が。しかし私が検事だと知られると非常に面倒だ。いやいやいや、でもいつもの裁判長でしょ。でもあいつ大丈夫か、あいつ偽なるほども見抜けなかったほど盲目だから大丈夫かな。大丈夫か、本当に変装するの。そりゃそうっすね。とは言っても、変装？そうなんだよ、そうなんだよ、裁判長。あの裁判長を相手に、それは無理なのでは？さすがに私の顔ぐらいは覚えているだろうな。じゃあどうすんだ？変装？出た。コスプレする？だから別の裁判長の法廷を手配しておいた。弟じゃない？くんの。あの裁判長の。彼とは一度しか会っていない。私を忘れている可能性は高い。しかし、検事の方はどうするっすか。検事局で、三剣検事を知らない者はいないっす。ただ、護道検事が来た場合は、あの、知らないよね。ちょうど三剣が海外に行ってた時に、護道検事はこっちに来たわけだから、一回も面識がないから、ある意味、護道検事に連絡がついてほしいっていう感じだね。情報を知らない検事が騒ぎ立てたら、厄介っすね。あ、事情か、事情を知らない検事か。それならば問題ない。なんで？ねじ伏せた。三剣パワーでねじ伏せたんか。念のために検事もすでに私の方で手配しておいた。あ、そう、じゃあ僕護道検事じゃないんだ。三剣検事って、そんなに偉かったっすか？偉かったっすよ、そりゃ。なんか突きつけるもんあるか？
掛け軸、ズッキ、見取り図、あ、写真、気象データ。とりあえずちょ掛け軸から突きつけてみる。所詮自分は一匹の刑事部、うん、刑事部ですから。わからんのね、わからんのね。はい、わからん、言われな。わからんのか。ダメだか。ちょっと一旦でもね、一旦わからんから。この見取り図はいいとして、雑誌記事。ダメか。あんまりわからないね。あんまりダメだね。エリスはエリスの写真。あ、どうにも秘密の多い被害者っす。本名は愚か。今までの経歴も完全に不明っす。怪しいな。どうも妙だな。身分を知られたくないのなら、なぜ作家になったのだろうか。確かに。そうだよね。有名になっちゃったら、ねえ、そういうのを検索しちゃう人たちがいっぱいいて、嗅ぎ回っちゃうもんね。きっと、あれっすね。金欲しさ。こんなに売れっ子になるとは思ってなかったっすよ。その程度か。気象データに関しては、あ、所詮自分はでね。あ、所詮自分は。これはいいとして。人物。やはりのことどう思う？天竜祭エリス先生のお弟子さんだそうです。そう、お弟子さんだそうっす。そうか。みつるぎ知ってるよね。幼なじみだからめっちゃ知ってるよね、だって。そうかじゃないよ。似顔絵描いてもらったっす。どれ見して。ひどいやつでしょ、絶対。よかった。よかった。よかったな。似顔絵。でも、50円取られたっす。50円なら取らない方がいいよ。やはりお前、50円とかかわいそうに、トロコケージ毎日そうめんしか食ってねえんだから。その人から50円取るってもう大犯罪だからね。気の毒に。あ、どうした、なんか、ん、気のない素振りっすね、水貫健治。そう、その男のことはあまり語りたくない。一応その男がに頼まれてこっち帰ってきたんだよ、日本に。言うてもな。じゃあもうちょっと情報。ダメか。同じだね。どうも妙だ。そうだね。これすごい言うな。やっぱり過去に何かあるっていうことを言っている。彼女にはどこかで会ったことがあるような気がする。前科などはないのだろうか。あ、そこ調べてほしい。いや、それはないっす。でも身寄りはないんだよね。指紋を照合してみたっすが、一致するデータはなかったっす。でも指紋って変えられないんだっけ。指紋なんかさ、こう、やけどとかさせればなんか指紋変わりそうじゃない。そこまではしないのか。そうか。もう少しで思い出せそうなのだが。思い出してないのか、三剣は。これが、卑劣な悪魔のあいつということに。ま、三剣賢治はプレイボーイっすからね。そうなの？三剣そうなの？ちょっと、昔ポイ捨てしてたガールフレンドの一人とか。マジ？三剣、お前、そうなのか。刑事、一体どこからそんな話を。え、図星なの？ちょっと三剣、ちょっと見る目変わっちゃうな、それ。三剣のに対して見る目が変わる、それは。いや、なんとなく自分のイメージっす。え、私はそんな風に見えるのか。あ、っていうことはそんなことがないのに、噂だけ走っちゃってるパターン。そうだよね。みんなのみっちゃんだもんね、みつるぎはね。そんなね、遊んでダメだよね。みんなのってか、我々のみっちゃんだもんね。ほんで、ゴード。私のもとへは研修中の検事の情報が入ってくるのだが、こんな男見たことも聞いたこともないな。お、謎だな。護道賢治も謎なんだよな。とにかく謎に包まれているっす。早手のように現れてコーヒー飲んで去ってゆくっす。うむ、気楽な男だな。なんか最近賢治学ではコーヒーが大流行中っす。あ、そう。じゃあビキニのことは。昨夜葉桜の境内で事件を目撃したっす。かなり決定的な犯行場面を見ちゃっているっす。発見しただけじゃないのか。というと、明日の裁判では証人として。もちろんっす。あ、証人として出んのか。あのおばさんは信頼できるっす。もう勝ったも当然っすね。それこっちに言わないで。今回は検事なんだけど。あ、検事じゃないんだけど。今回弁護士なんだけど。自分だけはいつも三剣賢治の味方っすから。
いや、かなりのピンチっすよ、これは。まあ、そういうことだね。逆に言えばそういうことだよね。なるほどが、冷や汗まみれになるのもわかる気がする。あー、じゃあ、ちょっと移動しようか。あ、調べてない、まだ。ごめんごめん、調べてないや。この像。この黄金像が持っている刀が凶器か。そうっす、七支刀って呼ばれているらしいっすね。凶器に残っている血は被害者のものなのだろうな。そうっす、べったりっす。あ、べったりといえば、七支刀の握りにはまた、これまたべったりっす、指紋が。あ、これがきっとあやめの指紋なのか。指紋？もちろん被告人の二層あやめのものっす。やっぱそうか。でも多分違うんだよな。この子弁護するってことは真犯人ではないっていうことなんだろう。わかんないな。真犯人本当に犯人なのかもなっていうパターンあんのかな。彼女の指紋が凶器に。もう決定的だよね、そんなのね。どうかしたっすか、しんみりして。あ、もう勝ち目がっていうことよね。なるほどのやつ、いつもこんな気分で弁護席に立っていたのか。嫌な感じっすか、やっぱり。はっきり言って体に悪い。あ、証拠品、七支刀の出た凶器と見られる刀、何、刀身に被害者の血液、被告人の指紋が付着。もうこの人犯人ですって言ってるような証拠だもんな、これ。これね、血がある。これ何、これ。これも別に関係ない。このあ、杖ね、これ、あの杖ね。なんだこの魔法使いの杖は。あれ、水晶がないよ。被害者の天竜祭エリスが持っていたものらしいっす。怪しいところはないっすね。怪しいよ、だって水晶なくなってるもん。あ、そうだ、ここだけの話があるっす。む、なんだ。これは極秘っすよ、誰も言っちゃダメっす。わかった。実は自分は昔、あ、それ情報、あ、いらねえ、いらねえ、それいらねえ。すげえ期待したこっちが悪いよ、そりゃね。ちょっと期待したこっちが悪いよ、糸の子刑事。自分は昔魔法使いになりたかったっす。何にも言うことないよね、みつるぎ。うん、どうすんだよこの空気。おい、お前この空気どうしてくれんだよ。もしかしてそれで終わりか。終わりっす、いらないってそれ。この杖、頑丈な木でできているようだな。指紋は残っていたのか。付着してたのは被害者のものだけっす。ああ、そう。ああ、杖。天竜サイリスが生前持ち歩いていたもの、本人の指紋が付着。あそこの水晶がないな。ちょっと待って、写真、写真、写真。この写真を見て。そうだよね、あの水晶ないよね。水晶がないぜ。こう、一応は調べるか。これは？灯籠だ。夜になると火が入るようだな。炎の明かりは風情があっていいっすよ。自分も月末は部屋でろうそくの揺らめく炎を楽しむっす。ちょ、火事気をつけてよ。ちょっと刑事、電気代ぐらい払いたまえ。あ、そういうこと。電気止められちゃってるからろうそくってこと、月末。かわいそう。そんなやつからあれだよね、やはりは50円取ったんだぞ。なんでわかったっすか。そういうこともあって、で、このソリ、ソリ、あー、そう、つかかった、ソリ、ソリがあるよ。自分はかなりのスキー好きっす。そうなんだ。スキー好き。なんかスキー好きみたいな、さっぱりしてる、そこらへんスキー好きだねみたいな感じの字で言わないでほしい。ならばソリはどうなのか。いや、自分はスキー好きっす、スキー好きっすから、ソリはソリが合わないっす。あ、何それ、うまいこと言ったみたいな。笑わねえぞそんなことでは。みつるぎだってそころ、そんな低レベルのね、笑いではね、笑いませんよ。どうかしたっすか、みつるぎけんじ。か、考えすぎなのか。な、思い悩んじゃったじゃんね、糸の子刑事がそんなこと言うから。お前はそんなこと言うから、ほら、みつるぎ、もう思い悩んじゃったよ逆に。
思い悩ますほどのギャグを言うってすごいな。ここから落ちたってことね。葉桜院の本堂が頭上に見える。あれ本堂には確か2階はなかったっすよ。葉桜院は山の急斜面にあるからな。本堂の表側と裏側で高さが違うのだろう。なるほど。それならいっそ斜めに建てればよかったの、よかったっすのにね。どうしてその方が良いのか全く理解できない。もう剣王の疲れさせないでほしい。トロコ刑事笑ってんじゃねえよ。何笑ってんだよ。自分で言って。で、はしごがあるね。はしごじゃない。これ脚立だ。またそのはしご脚立論争になっちゃうよ、これ。あれ、今回、今作、これ3であったっけ、そのくだり。ないか。ああ、それ聞きたいね。あったっけ。ないよね。いや、これは脚立だよ。はしごじゃないよ、みたいなくだり。まあ、どうでもいいか。あの石垣の上は山門に通じているはずだ。そうっすね。石垣にはいい思い出がないっす。何かあったの？聞いてやって。とは言っても、特に嫌な思い出があるわけでもないっす。なんだそら。無理にコメントしなくてもいいぞ、刑事。いいぞ、そうだぞ。何もないときは黙ってていいんだぞ。それのみ？それだけ？あとは逃してるものないよね。でもこの杖にこの玉がついていないということが何かないんかな。ちょっとこれ一旦これを調べた後にちょっとこの写真見てもらったらなんかさ言わない？あーダメか。杖が写ってるんだけどそのことは言わないのか。じゃあ移動だな。移動しておばちゃんに、おばちゃんは全部話したんだよね。話したけど突きつける、新しく加わったものを突きつけて七支刀。あのこれなんすけど。なんで糸六刑事もついてきた。そうね、どうかしらね。ほらおばさんあれだからお嬢様だから。あ、わかんないってことね。はいはいはい、わかった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 。ダメか。確かに、あ、こう入りそうなおばさんですね。これ前回もそのやった。この杖か、杖よ。ダメっぽいな。ダメか。じゃあ他には、特にはないか。ここもう話すもないもんね。特に、じゃあ移動して、山門行く。同日某時刻、葉桜院山門。おや、やはりの姿が見えないな。きっと我々に恐れをなしたっすね。あいつは心にサイコロ錠を抱えていた。そう、サイコロ錠ね。サイコロックのことね。そうだ、そのままどっか行っちゃったんか。いずれ探し出さねばなるまいな。面倒だが。おお、ということは移動か。ここにはいない。じゃあ、吊り橋。で、話すことはないよね。え、こっから移動。あ、留置所行くか、一旦留置所行こう。同日某時刻、留置所面会室。まだサイコロック。もあんだよな、この子な。あ、みつるぎ様。もう一度お話を伺おうと思ってお邪魔しました。でも私、お話できることはみんな。あやめさん、忘れないでいただきたい。私はあなたの味方だ。何でも話してもらいたいのです。じゃあここでサイコロックを解除する必要はあるってことか。はい。そういうことですよね、多分ね。あ、待って、奥の院が増えてる。これちょっとやってみよう。先ほど葉桜院の住職から話を聞いてきました。彼女ははっきり証言しています。あなたが天竜祭エリスを刀で刺したところを見たと。そしてもう一つ、奥の院で綾里と迷いの修行を始めるとき、そこにあなたがいたと。
これはどうなんだろうな。ビキニが嘘ついてんのか、ヤメが嘘ついてんのか、どっちかだよね。あなたは奥の院へは行っていないとおっしゃっている。そうなんだよね。しかしビキニさんは奥の院であなたと会っているのですよ。私は行っておりません。ゆうべ奥の院へは。あー、泣いたってことはちょっと怪しくなってくんな。泣くほどそんな言うことか、この質問。なんかあるな。どうやらすんなり話してはくれないようだ。サイコロ状を解けば答えがわかるのだろうか。ということで、じゃあやりますか。やってみますか。よし、じゃあ行くぞ。5個くらいあったよね、この人。あ、2個か。あれ、5個くらいあったの誰だっけ。怖かった。なんで怖かったかだよね。奥の院の方に行くの。私が事件を扱う以上、すべての疑問には答えを出す。はい。ほんの小さなきっかけが事件に新しい光を投げかける。法廷で私はそんな瞬間を何度も見てきました。だから何としても探り出す。あなたは昨夜本当に奥の院には行かなかったのか。それは先ほども申し上げました。そう、あなたはこう言った。怖かったから行かなかった。そうだね、前回か前々回ぐらいに話した時言ってたね。怖かったから行かなかったって。鐘を鳴らした後そっちへ行かなかったって言ったんだよね。その通りです。もしそれが本当ならば、あなたが何を恐れていたか、それが問題になります。あやめさん、もしかしてこれではないだろうか。あなたが外にも出られないほど怖かったものとは。あ、そういうことか。わかった。これだ。雷が怖かったんだ、多分。この日これが注意報っていうか、雷がすごかったんだよね。雪が降って雷が加わる。雷が怖かったから行かなかったのか。はいはい、そうじゃない。もうこれしかないもんね、突きつけれるものが。じゃあこれを突きつけます。あなたはこれを恐れていた。いかがか。違います違いますって言われた。え、違うの、泣いてるのに。え、子供だなって思われたくないから違うって言ってるだけじゃなくて、違うの、マジ違うの。ふう、声が震えているようだが。その三剣様の目が恐ろしくて。うむ、しまった、力みすぎたか。失礼、まだ慣れていないもので、今回初めてやるもので。いえ、私の方こそ怖がりですみません。え、違うの、マジ。え、何を恐れて。やっぱ違うのか。違いますって言われたもんね、マジ。とにかく疑問の答えは見つけ出します。私、昨夜は本当に自室におりましたの。もしそれが本当ならば、あなたが何を恐れていたか。外にも出られないほど怖かったもの。外にも出られないほど怖かったもの。雷じゃない。この、悪霊ってことかな。これかな。悪霊から身を守るから、悪霊ってことかな。あやめの頭巾、ちょっとこれをじゃあ突きつけてみるか。えい。あなたはこれを恐れていた。いかがか。あ、なんか違いそう。違います。ちょっと待って。えっていうことは、わあ、ほうんー
何を恐れていたか。外にも出られないほど人か。何を恐れていたか。足りないかもしれないか。ちょっと待って、ちょっと待って、これ、まだなんかどっかで足りない？ちょっと待ってよ、話すダメだもんね。夜に出歩くのあまり好きではないんです。それにあの晩は何だろうか。そうだよね、あの晩はだから雷だと思ったけど違うんってことだよ。別につまらないことです。何か特別なことがあった。特別なことって雷以外に何かある？だってちょっと待って、怖かったことでしょ。ズキン、あの晩怖かったもの、これじゃないんだもんね、気象データ。ちょっとわかんない。ちょっと待って、まだ情報が足りないのか。ちょっと今回はここまでにして、ちょっと次回これ一回セーブした方がいいね。セーブしてやって、もうまだ情報が足りない可能性もあるのかな。でちょっと一回、今回ごめんなさい、なんかすごい歯切れ悪い終わりになっちゃいますけど、ちょっとここで終わりにして、次回ちょっとこのサイコロックを解くための何かをもうちょっと考えてやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。雷だと思ったんだけどな。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。コントロールを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで。